ロイド、やっと目が覚めたんだね。ここはコレットは、結局心を失ったままだよ。何を言っても反応しないんだ。クソ。ロイド、ここを覚えていて。ここはトリエット砂漠なの。ほら、以前あなたが敵に捕まってしまったあの基地。ディザイアンの基地か。ここの連中はディザイアンじゃないんだよ。ああ、突然何を言ってるんだ。いっぺんにいろいろあったから混乱しちゃうよね。僕もそうだもん。そうね、ちょっと長くなるけれど、ざっと今の状況を整理してみましょうか。まず私たちの状況ね。私たちは救いの塔で殺されるところを、この基地のディザイアンによく似た集団に助けられたの。彼らは自分をレネゲードと呼んでいるわ。なんか混乱する話だな。とにかくここにいる連中はディザイアンじゃなくてレネゲードって言うんだな。まあどっちでもいいけどよ。どうやらレネゲードはディザイアンと対立しているようね。わざとよく似た姿をしているのにも理由があるのでしょう。わかった。俺たちはディザイアンによく似た組織レネゲードに助けられた。それはそれでいいとして、あのユグドラシルとかいう天使は何者なんだ。それにクラトスは。そのことなんだけど、ユグドラシルが残した言葉を覚えていて。これは推測だけれど、マーテル教会が信仰する神の機関クルシスはディザイアンと同じ組織ではないかしら。待ってくれ、わけがわかんねえよ。落ち着いてロイド。ディザイアンがクルシスの一部、あるいは手先だと考えれば辻褄は合うの。ディザイアンご聖人も前にユグドラシルがボスだって言ってたよ。僕覚えてる。そして私たちの目の前に現れたユグドラシルも言っていたわ。自分はクルシスとディザイアンを滑るものだと。ディザイアンとクルシスが同じ組織なら、じゃあクラトスは。ユグドラシルに頭を下げたあいつは本当に。ああ、敵だったんだよ。私たちを裏切ってたのさ。あいつは自分で名乗ったんだよ。クルシスの四大天使だってさ。おそらくクラトスはユグドラシルの部下なの。コレットが世界再生の旅から逃げないように監視でもしていたんでしょう。俺たちは最初からずっと騙されてたってわけか。エミールにもクルシスにもクラトスにも。お目覚めですか。それでしたら隣の部屋へどうぞ。我々のリーダーがお待ちです。ようやく目覚めたか。お前らがレネゲードなのか。そう、我々はディザイアンに、いやクルシスに対抗するための地下組織だ。じゃあクルシスとディザイアンは本当に同じ組織なのか。その通りだ。クルシスは表でマーテル教を操り、裏ではディザイアンを滑ている。ディザイアンはクルシスの下位組織なのだ。マーテル教はクルシスが世界を支配するために生み出した方便に過ぎない。天使と名乗ってはいるが、奴らはクルシスの奇跡という尖
特殊なエクスフィアを用いて進化したハーフエルフなのだ。当然神などではない。もっともマーテル教会もミコもそんなこととは知らないはずだが。あいつらもハーフエルフなのかい？ああ、ディザイアンの一部もクルシスも、そして我々もハーフエルフだ。クルシスは何が目的なんだ？世界を支配するためだけにこんなことをしているのか？全て我々に聞くつもりか？少しは自分の頭を使ったらどうだ。女神マーテルの復活かしら。マナの血族に神託を下し、婚姻を管理して器となる巫女を作り上げていく。かなりまだるっこしいやり方なのが気になるけれど。ほう、見事ですな。シルバラントには互いにマナを搾取し合うもう一つの世界がある。テセアラだな。そう。そしてこのいびつな二つの世界を作り上げたのがクルシスの指導者ユグドラシルだ。世界を作る？バカバカしい。そんなことできるわけないよ。そう思うのならここでこの話は終わりだ。待てよ。二つの世界を作ったのがユグドラシルなら、お前たちはそんな連中相手に何をしようとしてるんだ？それだけじゃない。お前たちはコレットの命を狙ってた。到底味方とは思えない。それなのにどうし、まんざらバカでもないらしい。我々の目的はマーテル復活の阻止。そのためにはマーテルの器となるミコが邪魔だったのだ。もっともミコは完全天使と化してしまった。今のミコは防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなもの。下手に手出しはできん。しかしマーテル復活の阻止という我々の目的を果たすため最も重要なもの、すでに我らが手中にある。もう巫女など必要ない。なんだ。我々に必要なのは貴様だ、ロイド・アビン。俺が一体何だって言うんだ？貴様が知る必要はない。ロイドを捕らえろ。ユアン様！いかん、肺までの傷が開いたか。クラトスめ、どこまでも私の邪魔をする。肺までの傷だと？まさかあの時クラトスを襲ったのは。何やってんだ！クラトさん、最初から僕たちを騙してたんだね。どこかおかしいとは思っていたけど、でも結局は見過ごしてしまった。愚かしい自分が嫌になるわね。ちくしょう、クラトスの野郎、絶対許せねえ。ロイド、よーし、終わり。
あのユグドラシルってやつがクルシスの一番偉いやつなのかな。ええ、おそらく眠っているというマーテルが象徴的存在で、ユグドラシルがその計画を遂行しているのでしょうね。クラトスはあのユグドラシルってやつの部下だったんだね。あいつコレットをマーテルにしてどうしようって言うんだ。それよりもマーテルがどうして器となる体を必要としているかも気になるわ。そうか、それってつまり体がないってことだもんね。なあ、体がなくてその心だけっていう存在になっても生きていられるもんなのか。現にコレットは心を失って生きているわ。逆もありえるのでしょうね。そういえばそうだな。どうしてマーテルが体を失ったのかが分かれば、ユグドラシルが何をしようとしているのかも分かるかもしれないわね。クソ、俺が一体何だって言うんだ。レネゲードの連中め、敵なのか味方なのかはっきりしやがれってんだ。ねえ、これからどうするの？そうだな、なんとかしてコレットを助けよう。マーテルの器にされちまったらコレットが死んじまう。でもどうしたらいいのさ。ねえシーナ、あなたのエクスフィアはどこで手に入れたものなの？なんだよ急に。これはこっちに来るとき王立研究員でつけられたんだよ。テスアラではエクスフィアを装備するのが当たり前なのかしら。そんなことはないよ。もともとはレネゲードからもたらされた技術なんだ。それを研究して今じゃ機械にエクスフィアを取り付けたりするのが一般的だよ。ちょっと待て、じゃあテスアラとレネゲードは仲間なのか？仲間かどうかは知らないよ。ただ2つの世界の仕組みについて情報をもたらしたのはレネゲードだったんだ。ミコの暗殺計画も奴らの提案だよ。あいつらが陛下と教皇に吹き込んだんだ。テスアラの繁栄を望むならシルバラントのミコを殺せって。ひどい。ロイド、私はテスアラへ行くことを提案するわね。どうしてテスアラなの？ユアンが言っていたじゃない。天使とはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアで進化したハーフエルフだって。そうか、コレットのこの状態もクルシスの奇跡のせいか。エクスフィアの研究をしているテスアラならクルシスの奇跡についてもわかるかもしれない。そいつはいい考えだ。確か王立研究員ではテセアラのミコが持っているクルシスの奇跡を研究していたはずだよ。テセアラにもマナのミコがいるの？当たり前さ。世界再生はテセアラでも行われている儀式だ。あっちにだってマーテル教はある。でもそんなに再生を繰り返しているのにどうしてマーテルの器ってのは完成しなかったんだ？それについては私も疑問なの。いえ、今はやめましょう。そうだな。それでなくてもわからないことだらけなんだ。クルシスの目的もレネゲードのこともコレットを救う方法も。だからできることから始めようぜ。テスアラに行くんだね。今はそれしか道がない。それに今度こそ俺は俺の責任を果たしたいんだ。もうコレットに全てを押し付けたりするもんか。待ってよ、盛り上がってるけどテセアラにはどうやって行けばいいのさ？それはシーナが知っているでしょ。テセアラへ行くには次元の歪みを飛び越えるらしいんだ。私が知る限りそれができるのはレアバードって乗り物だけだね。それはどこにあるんだ？レネゲードの連中が持ってるはずだよ。この基地にもあるはずさ。よし、
行こうぜみんな。もうおしまい？こいつがレアバードか。急いで、追っ手が来るよ。よっしゃあ、待ってろよペサヤラ。ゼロになってるわ。そうか、あんたたちがシルバラントで封印を解放したからこっちのマナが不足してるんだ。だから落ちるってことさ。あうわは免れたかな。どっちにしたって燃料がないと飛ばないじゃん。燃料って石炭か。あんたたちね、そんな古臭いものこっちじゃ使ってないよ。それなら魔力ね。ボルトが生み出す雷の罠かしら。じゃあシーナがボルトを呼び出せばいいんじゃないの。私はボルトとは契約してないから。そうか、そしたらこれはここに置いとくしかないか。はぁ、あ、魔科学も結構不便だな。あれは、あれは救いの塔。どうしてここはテセアラでしょ。当たり前さ、救いの塔は繁栄世界に出現するんだ。そっちだってコレットが信託を受けたから救いの塔が現れたんだろ。二つの世界、二つの塔。聖地はこちらにもマーテル教はあるのでしょう。聖地はカーラーンなの。そうさ、あの救いの塔がある場所が聖地カーラーン。あんたたちの世界と同じだよ。聖地カーラーンってのは大大戦の停戦調印場所だよ。二つあったらおかしいじゃない。そっちがまがいものなんじゃないのかい。こっちの博物館には資料も残ってんだよ。勇者ミトスが二人の古代王を聖地カーラーンに招いて停戦の調印をしたって。こちらも資料ならあったよ。パルマコスタの学問所に調印式に使われた道具が残っているらしいわ。どっちかが偽物か。意外とどっちも本物だか。そんなわけないでしょ。いや怒るなよ、行ってみただけだろ。まあいいや、とにかく行こうぜ。確かにここで考え込んでても結論は出ないだろうしね。うわっはっは、テセアラでの初冒険だね。ジーニアス、遠足じゃなくてよ。
それにしてもびっくりした。空を飛ぶなんてめったにできない経験ですものね。空から落ちる経験もね。仕方ないだろ、シルバラントの封印を解放すればこっちのマナが薄くなるんだから。薄いって言ってもこっちはシルバラントに比べたらずいぶんマナが濃いよ。そんなことがわかるのかい。そりゃわかるさ、ジーニアスと先生はエルフだからな。どうしてエルフだとわかるのさ。そりゃエルフだからだよ。もうおしまい？コレット！おい、コレット！俺がわかるか？今のコレットには何を言っても無駄みたいだね。クソ！あの時、世界とコレットを天秤にかけられて、俺は一瞬世界を選んじまった。それがまやかしの平和だったってのに。仕方ないわ。自分の決断一つで世界を滅ぼすかもしれないとき、簡単に仲間の命を選べる方がおかしいのよ。でも俺はあの時コレットを見捨てた。俺は偽善者だ。畜生！よし、終わり。いけるぜ。しかし俺生まれて初めてだぜ、空を飛んだなんて。落ちちゃったけどね。エネルギー不足なのだから仕方なくてね。そうだな、また飛んでみたいけど今はそれどころじゃないしな。ええ、急ぎましょう。答えないね。ロイド、どうかしたの？いや、イセリアで村のみんなを傷つけて、そして今回コレットを守ってやることもできなかった。少しは強くなったつもりでいたけど、全く進歩してないなと思ってさ。ロイド、でもロイドはいつも最善を尽くそうとしてきたんだろ。諦めないでこうしてテスアラにまで来た。他の人間とは違うよ。だから僕ロイドが好きなんだ。ありがとな、ジーニアス。よし、せっかくここまで来たんだ。諦めずにコレットも世界も救える道を探してみせる。そうだよ、頑張ろう。手応えないね。あの時救いの塔に現れた天使、とんでもねえ力だった。桁違いの力を感じたね。さすがの私も今度こそ死ぬかと思ったよ。ユグドラシル、クラトスからそう呼ばれていたわ。ユグドラシルか。よーし、
し終わり。おいしゅう、何を怒ってるんだ？墜落したことに驚いてるのではなくて。そうか、ごめんな、ノイシュ。謝ってるじゃないか。もういいよ、お前の今日の夕飯は抜きだからな。